はい、こんばんは、ガジェットパストアズフューチャーというゲームを今日からやっていきたいと思います。はい、こちらのゲームはですね、プレイステーション1、発売がシナジー幾何学、1997年11月27日発売のゲームです。いやー、これまあパッケージのね、イラストつかまあ画像を元にまあ作った、いや違うな、これ思い出した、このゲームね、これ中にね、これはなんていうんだろう、トレーディングカードゲームという、カードゲームじゃねえトレカというか、なんというかね、カードがついててね、そのこの世界観を表すような、この乗り物のやつ、その中のパッケージにも使われている乗り物のまあ CG 画像のつい描かれたカードがあって、それを写真に撮って、サムネ画像にした、これのちょっと別アングルンバージョンのが、パッケージに使われてるんだけど、なんかこれにしようってことね。懐かしい時期ですね、和骨です、プレイステーション1のやつ、楽しい列車旅行か、これ確か、昔ね、最後までやんなかったけど、ちょっと触ってみたんだよね。どんな感じだろう、動画にも残してない頃。これ雰囲気が良かったんだよ。ただ、ようわからんね、と思って、いつかやろうと思ってやめたやつを、もう忘れた頃にやるという。ね、ちょび触り。もう覚えてないし、なんかようわかんなかった、当時。これは SF ゲーですか？ごめんね、まあなんだろうね、サイバーパンクってほどパンクではないんだけど、スチームパンク寄りのような、でもなんかね、おとなしい感じのサイバーパンクやスチームパンク味のある雰囲気だったというか、まあこの画像、ごめん、実際はこの画像を見ながら言ってる。で、パッケージ裏に書いてあった文面は、まあ、爪の方はちょっとライブ動画として残した後になっちゃうんだけど、が、もう10行以上使って書き込まれてるパッケージ裏のイントロダクションを元に、一応要約したものを書き出しておきました。短めになるように。ちょっとあまりにもいっぱい書いてあったからさ、パッケージ裏に。まあそれちょっと朗読しようかな。なんかね、パッケージ裏の内容を要約すると、まあ様々な思惑と終末の予感を乗せ、王道色に輝く蒸気機関車は失踪する、ホースラバーという科学者に接触せよ、写真とともに託された指令に従い、一人の諜報部員がウエストエンド駅を後にした、過去と未来、記憶と妄想、現実と幻覚が濃密に混ざり合ったものの果てにあるものはごじってる中にあった果てにのって入っちゃって、ごめん、今直させて、ごめん、今直させて、ごめん、恥ずかしい、恥ずかしい、ま、濃密に混ざり合った果てにあるものはっていいかな、そうだな、そっちの方がいいな、そそっかしさは相変わらず、大事なところでね、知らないのでどんなゲームか期待です。なんかいい雰囲気はあったっていうことで、ゲーム性はあんまり覚えてないかな。楽しみだね、これね、和骨、ああこのゲームを今日知った、お前結構前に知ってたんだけどね、とりあえず一旦忘れるぐらい放置してた。で、あ、そういえばこれ面白そうだよな、おって思ったんで準備して、準備が終わったので、折を見てやることにいたしました。は
檻を見て準備して、檻を見て待ってたんだったら5時ぐらい気づけよって話なんだけど朗読してよかったね。一生気づかない可能性あった。危ない危ない。あ、ちげえや、これごじったんじゃねえや。濃密に混ざり合ったパストアズフューチャーの果てにあるものはっていうワードなんだけど、パストアズフューチャーをなんかくの字みたいな形で囲ってるから、なんか HTML 拡張子みたいな、あの開業用のアンプコードみたいに認識されちゃって消されちゃったんだ。あー、そういうことか。じゃあ滑るのにはこのままでいい。ニコ生だけそうしとこう。なんか特殊コマンドとして扱われる鍵括弧の綴りで入れちゃったみたいだ、これ。そのパッケージ裏に書いてある通り。そういうことか。今原文見て気づいて、わかった。でもどっちにしろ気づいてよかった。では早速行きましょうか。さてさてさて。音量関係とかキャプチャー関係大丈夫かな。これ最初にこういうのはちゃんとやりたい派なんで、事前に動かそうしないのはごめん。The fever doesn't go away. 熱が下がらない。しびれが残っている。It's all over now. 何もかも終わってしまった。科学者たちは消息を絶った。No news about the 彗星の動きもつかめない。Still feverish. 微熱が続いている。From the beginning on, 初めから一歩も動いていない。Step. Nothing at all. 何一つ始まってはいない。So、who's slow, slow? スロースロップは誰なのか。No、今となっては知る由もない。18年前、全てはあの場所から始まった。国立科学アカデミ角度みたいなのが浮いてた。ダイヤルかキーな、なシリンダーキーみたいな。おお、タイトルだ。和骨です。はい、こんばんは。和骨。はい、こんばんは。おお、タイトルからの。もう一回ムービー、早いな。ムービーまで。え？斬新。ムービーの途中で、
窓ボタンを押すと、スタートかコンティニューそのまんま選ばせてくる。Never moved a step. すげえ斬新だな。スタート。まあ確かにムービー大事そうだけど。ああ、嘘。そのまま始まった?この物語の根源みたいな部分の映像から急に本編。わっこー、はい、こんばんは。知らないこのゲーム。シナジー幾何学、あのシナジー幾何学のゲーム。今んとこ何もわかんない。あ、なんかもうちょい未来的な。ああ、でも蒸気機関っぽい。ご存知みたいに言うときは大抵誰も存じ上げない。あのシナジーって言われてごめん、滑舌悪かった。シナジー幾何学、 N のシナジー幾何学さん。ホテルの一室か。あー、始まった。同じおもちゃ持ってないか。でもシナジー幾何が…なんだ?おお。シナジー幾何学の発売してるゲーム昔やったんですよ。昔っていうか爪に残ってんだけど、イエローブリックロードっていうパート1でクリアしたオズの魔法使いを題材としたアドベンチャーゲームなんだけど、何これ。This is a flash news. 臨時ニュースをお伝えします。地球に彗星が接近しています。今日未明、国立天体観測所は太陽系にも近づく彗星の存在を確認しました。彗星は昨日冥王星の軌道を通過、地球に向かっています。これはラジオかなんかね。続編があるっぽい。アリスのやつか。アリス、あ、ごめん、間違えた。オズのやつか。そうそうそう、あれ、あれです、あれです。彗星大変や。でも、まあ、ハレー彗星とか天体観測で済む。あれ、これなんか どうやってこれ戻んの。あ、戻った。これはほん、8時ウェストエンドホテル、スロースロップ、スロースロープ。あ、持ってった。あ、鍵か。ホテルかなんか。300号室かな。違う、309号室か。どうやって引くのかがわからない。視点を。どうやって引くんだこれ。後ろか下か×か四角か×じゃない、下でもない。
左に避ける、上、右に避ける、もう一回丸か、もう一回丸が正解だった。壁の絵だ、何の絵だ。主人公寡黙だな。何の絵だろうこれ。警鐘を鳴らす場所かな。村人がこう登って敵襲だーってカーンカーンカーンとか火事だーっていう見張り台かなんかかなこれ。何だろうこれ、何だろうなこれ。それかすごいでかいソーラーパネルかな。なんだろう。ミュージアム・オブ・サイエンス。国立科学アカデミーとか言ってた、あの、これのことかな。それでもただの科学博物館？いや、でも科学博物館って意味の方が無難か。何も調べれない。机行っちゃったよ。いいよ、机はいいよ。机は何も、いや、いい、いい、いい。いい、いい、いい。それはもういいから。窓？あ、置いた。なんだ？外？すごい場所来たな。で、蒸気機関車に乗ってウエストエンド駅に来て、科学者ホースラバーに会えと言われた諜報員が主人公らしいんだが、それ以外の情報が あまりにもないね。閉めようか。いやー、これはもういいよ。これももう開けたら閉める、うん、この画面には窓以外のものはないのな。これはなんだ、グランドセントラルレールウェイ。あ、これに乗ってきたのかな、ウエストエンド駅に。で、そこの近くのホテルに宿泊したのかな。ドア行けた。ああ、こんなアングルからも。主観で一応動くアドベンチャーか。もう一個こういけねえんじゃないか。横は？何もない。いけない。掛け布団が欲しい。まあ、チェックアウトしようとしてるように思えるんだが。チェックアウトする前にしまわれちゃってる。これなんだ、グランドセントラルレールウェイ。それともこれから乗るんか。なんか駅の路線図があるぞ。これウエストエンドって書いてんじゃねえか。じゃあこっからこう進んでいくんかな。これイーストエンドって書いてねえか。ちょっとにじんでるけど、ここがゲームの出発の地だから、イントロダクションとしてウエストエンド駅ってパッケージ裏に書いてあったとすれば、こっからグランドセントラルレールウェイで行きそうだな。で、これ出口じゃないよな。これなんだ。おお、洗面所か。調べると思ったら調べれなかった。え、ちょっと待って、ね、
お、あ、結局これ言っちゃうな。わこつ、はい、こんばんは。私ケツ、なんで洗面所に。あ、取ってった。お前の手荷物かこれ。中何入ってん。あ、調べる。あ、ああ、生活感がすごい。方向キーで他のところを調べるとかはできないから、何を取ろうとしてんのか分かんないけど、この矢印のところで行ってみるか。あ、机の上の本をしまったのか。あ、閉めた。お前のあれか。でも1ページ目に、1ページ目か分かんないけど、見かけたのは8時にウエストエンド駅に。あ、こっから向かうのか、ウエストエンド駅に。つまりとりあえず待ち合わせ時間か。よし、予定も決まり申したぞと。忘れ物はないかい。女性用下着はなくてちょっと残念なハンガー。いや、いらないよ。もうこいつが男かどうかもわかんないけど、諜報員としかわかんないけど、あの感じだと男も感がすごいぞ。出た。え、なんか扉開いてるけど、向かいの部屋。うわ、びっくりした。え、誰。大丈夫だ、今のところ異常はない。何が。え？もう何も言わなくなっちゃった。何が？あ、いない。え？違う、これ自分の部屋か？え、違う、なんだ、なんだこの部屋。なんか見えるんだけど。あ、びっくりした。え？立ち入り禁止だ。自分の部屋に戻れ。あ、ほら、ちょっと不気味だけど、独特の世界観。305室。確か309の鍵を持ってたから。違う、これなんか 306？ え？ちょっと進んじゃってる。309の件、あ、調べれねえよ。え、なんかよくわかんないうちに307。調べれないや。308ってことは、この奥が、え、309号室は、え、ちょっと説明書見ようか。操作方法、メニュー画面だけでも、コントローラーの説明ぐらいは見ようか、ちょっと。コントローラーパッドのイラストを探そう。あるかな。あった。やっぱり矢印、方向キーで上が前進で左右で右左に向く。下キーは使わない。下キーは使わないんだ。セレクトボタンでセーブ画面が呼び出される。あ、セーブはどうやってやんの。あ、できた。ウエストエンドホテル306号室。今のところ異常はないおじさんはどこよ。異常はないって言ったおじさんが椅子に座ってるのに話しかけた後、反応なくなったから、一回俺は左を向いたんだよ。で、左を向いた後、すぐにまた右を向いたんだよ。そしたら何にもいないの。このシステム上何か間違いをしたのかなと思って、右左の項を見たんだが、
で四角三角使わない窓ボタンで調べたり話しかけたり、まあアクションを起こせる。で×ボタンはマウスカーソルみたいなのが出たのをキャンセルしたり、まあセーブするかしないかでの画面をキャンセルしたり、スタートボタンは使わない。LR ボタンは LR 系統全部とスタートセレクトを同時に押すことでソフトリセットが可能なだけでゲーム中は使わない。おじさん消えてる時点で異常やん。異常がないことを確認して帰ってったんじゃない、椅子ごと吐けたんじゃない、瞬時。主人公は諜報員らしいかな。で科学者と接触を試みなさいと言われているエージェントなんだが、エージェント仲間なんじゃない、階段じゃねえか、 SF って言ったじゃないか、 SF っつうかスチームパンクなのかな。でもどうなんだろう、雰囲気ゲーなんだが、それよりも何よりアイテム欄ないんだけど、309号室の部屋の鍵を持ってたはずなのに307、308と来て奥に309号室がないんだよ。俺はそれが一番怖いんだが、ホラーに見えるこの感じだと。諜報員が振り向く間に姿を消したのか、おじさん、うん、自らが座ってた椅子ごと撤収したようだ。お、あれ306の鍵だったか、どうなってんだ。他の部屋は特に、301やっぱあの並べと309一番奥のはずなんだが、部屋ごと消えてんだけど。おじさんはまだしも、おじさんは消えるし、部屋の電話はおかしいし、いや電話つうか309号室がなんか見当たんないんだが、さっきまでいたはずの。この奥は行けないな、エレベーターかなんか。実は隠し部屋、あーエージェント専用の すごい宿泊施設。これはエレベーターを呼ぶボタンかな。開いた。入った。え？子供だよね。アタッシュケース持ってるけど入る、これ入るともないんだが、あ振り向けない、あーあいや2つ、選べるのは少年のこっちから見て右側のだけだな。怖い。ホラー味が増してきた。なに？坊や。え？え？え？調べたら消えたんだけど、視界から。え？すれ違ったんか？あのダブルアタッシュ棒。おお背後だ、降りたのか。あれこれなんか同じようなアタッシュケース、持ってたけど、これ入れ違えてね、それともそういう取引、どっち、これドジって少年のアタッシュケースと入れ替わったか、それともあの少年もエージェントなの。このエレベーターでスッと入れ替える。手はず通りってことか。
あ、3回、2回、1回。あの子供も諜報員なのかな。荷物入れ替えた。ホテルの1階の雰囲気じゃねえぞ、これ。誰かいる。ハンガーさんのホラー枠で一番怖いかもしれない。いや、ホラー枠じゃない。レギュラー夜枠なんだが。なんだ？人がいるが。赤い服の。もうエレベーターはもうないわな。何人？あ、す、ホテルマンか。手綱好きない？あの、フロントにキーをお預けください。あ、これは何回も話しかける。あ、消えないよね。あ、消えない、よかった。こいつは本当に、うん、ホテルのドアマンっぽい。え、ちょっと待って、なんか座ってる。あー、あー、え、あー、そう、あの、そのヘアスタイルが標準状態っていうことで、よろしいんですよね。彫りが深い。まあ、海外なんだろうな。すごく電球みたいな頭してる。なんだ。依頼の内容は先日電話で説明した通りだ。ホースダバーという科学者に接触してほしい。テーブルの上の写真を見てくれ。いっぱい人いるけど、ホースラバーってどれだ。ハゲを笑うやつはハゲに泣くんだろう。今んところはな、あそこまで先生も行ってないし、あれだけど、まあね、ただ、いや、あんなにその、オールバックにするためにピッチリするっていう、その前線はともかく、前髪が交代しているのだよ、私が前進しているのだ。てか、その骨格がまずそのね、そう、前進している感がすごいよね。どれだろうね、これ。見てくれって。あ、この矢印の当たってるやつかな？この人でいいのかな？違うんかい。左から3番目がホースラバーだ。わかりました。最初ここに置いてあるから、こっちかと思ったけど、ここでね。これでも結構遠目で見ても特徴あるかわかりやすいんだけど、これあんま特徴ねえな。もうちょい特徴のあるのにしてほしいな。こいつとか、一人だけちょっと違うしさ、召し物が。黒いからわかりやすいし。こいつに会えと。ん？カバン？あー！あの坊や、どうやら関係者だ。中身変えてある。入れ替えたんだ、あのエレベーター内で。身内だ、身内っつうか、こっちのエージェント関係者だ。少年エージェントだった。うん。線路に侵入してる？撮り鉄道が。違う違う。あれは駅舎かなんかで、なんか、科学者が集まってんだろ？あのなんかスパイ秘密道具みたいな二つあったよな。異常な庄司さんも、エージェントだと思うよ。下着途絶えたな。いや、多分何なんだろう。国でも超えるときに、カモフラージュの荷物とかだったのかな？検査、持ち物検査対策。
あ、もうは、あ、話しかける。ホースダバーは博物館にいる。ウェストランドからウェストエンド行き、あ、ウェストエンドからイーストエンド行きに乗り、ミュージアム・オブ・サイエンスで降りてくれ。イーストエンドってさっきの路線図だと、さ、あ、違う。イーストエンド行きの途中駅にあるミュージアム・オブ・サイエンスで降りるのか。正面感怖すぎない？濃いね。報告の必要はない。連絡はこちらから入れる。お前もなんかオープニングにちらっと見えた列車っぽいんだよね。その列車味がすごいんだよね。そのなんだろう、このすごいなんか気流の流れがこう、なんでちょっと気になっちゃったの。列車みたいな顔してますってまあそうなんだけど、うん、フロントって、ああ、いる、フロントマンが。常にいるのに鳴らせるって何なんこれ。ルームキーをお預かりします。完全無視。目の前にいるのに呼び鳴らすな。でも鳴るんだもん。怖いな、こいつもこいつで。お前もエージェントじゃねえのか。お前が一番エージェント味あるけど、チケットいきなり授業取り出しそう。チケットをご用意させていただきました。お前もエージェントなんか。またのお越しを心からお待ち申し上げております。グランドセントラルレールウェイ、多分イーストエンド行きだな。これでミュージアムに行けと。あ、ムービー。なんでこんなちょっと幻覚っぽいんだ。そこ通る？そこも通って？目立ってしゃあないぞ、そんなやつ。そこをそう通る一般人なかなかいないぞ。駅か。で、チケット、はい。どうぞ。ウェストエンド駅かな。あれ、駅員さんいねえけど。あれ、奥行っちゃった。あれ、窓口終わった。え、過去を振り返るなということかい。なんかん、ザザノバエクスプレスイズノーロンガーインオペレーション。ノバエクスプレスはもはや動いていない的な意味。運行していないってこと。え、チラッと見くるザノバエクスプレス
なんかで終電になったってことか。それとも廃線になった。ノバエクスプレスは。俺が乗るのはグランドセントラルレールウェイだよな。どういうこと？和訳ないんだ、それ。人の気配というか足音とかするんだ。これ以上先は行けない。おお、びっくりした。駅員さんか。プラットフォームですか。中央の階段をご利用ください。プラットフォームですか。中央の階段をご利用ください。プラットフォームですか。中央の階段をご利用ください。もう奥行けないか。行きたこの感じ見るとやっぱこれ取り潰しになった配線かな。これノバエクスプレスはこれもう取り潰しになっちゃったのかな。ちょっと角度的に難しいけど、みんながだってこれ横見ても何にもないもんな、物が。怖いやつしかいない。雰囲気がね、ちょっと不気味系だよね。スチームパンク味はあっても。中央の階段ってこれだよ。これ以上奥行けない。こっちとこっちではなさそうね。こっちだね。エテコみたいなやつがいるけど、近い。すいません。イーストエンド行きは入線しています。お急ぎください。はい。チケット確認はしない。あれ、あ、もう乗り込んじゃってる。やばいやばい、急がないと。すいません。おいくじゃ、近いな。間合いの詰め方。イーストエンド行きです。イーストエンド行きです。エーストエンド駅です。はい、まもなく発車します。お急ぎください。よし。この時代得意の不気味感。時代というか舞台な、何年だこれ。明治はされてない気がするな。明治に。おお、降りるのはミュージアムオブサイエンスだ。ここだな。あ、プレステ1のプリゴン。これでも多分ね、PC ゲーの移植だと思うよ。イエローブリックロードもそうだったっぽいんだけど。シナジー幾何学は多分。様々な謎を残し、ホテルを後に。とりあえず弁当とビール。和骨です。はい、こんばんは。
海外に駅弁っていう文化あるの？ダウンタウンはとりあえず通り過ぎてここで降りる。その先はなんだ、グランドセントラルと、なんだこれ、ナショナル、ナショナルオブザー、なんだこれ、オブザーブトリー、自然観測所、サバービアで、イーストエンド、路線の現在進行の状況がランプで見れるってすごいな。古い先は行けませんと、関係者以外降りれるわけないし、あ、開いた、さっきのあの列車みたいな顔してるやつがスロープとかいう人でいいのかな、そこのから始まったみたいな、あれそいつの指示でホースラバーに会うにあたって博物館に行けって言われたのかな。おじさん越しに窓の風景いない、誰もいないところから見ようよ、他の乗客がいない、こだわるならいるんだよ、わざわざいるところで外の景色見てる。サバービアは郊外って意味らしい。ほう、これどうすればいい、もういいんだけど、ああ、すいませんね、ちょっと、あ、話しかけれる、まあ、こっち、はい、こんばんは、これ、おじさんがゆっくりできない、いや、話しかけるっぽいぞ、なんか、コンタクト取れそうだが、いやいや、窓の景色がいい、おじさん。瞳孔が開き、頬の筋肉が小刻みに震え、唾液が止めどなく流れ、血液が逆流する。どういうことだ、何の話をしてる、何の話を急に、どっちがど、え、何、おじさん、瞳孔が開き、頬の筋肉が小刻みに震え、唾液が止めどなく流れ、血液が逆流する。脊髄に電流が流れ、しびれがつま先まで達すると、下腹部に無数の赤黒い発疹が浮かぶ。金属音とともに頭蓋骨がキリキリと痛み、意識は次第に遠のいていた。何の話？じさん。やべえ人。電波。何かの暗号を言い出した、急に何言ってんだこいつ、怖い。瞳孔が開き、頬の筋肉が小刻みに震え、唾液が止めどなく流れ、血液が逆流する。脊髄に電流が流れ、しびれがつま先まで達すると、下腹部に無数の赤黒い発疹が浮かぶ。それやばい病気じゃないの何病なんだそれ、なんだそれ、何の症状それ。金属音とともに頭蓋骨がキリキリと痛み、意識は次第に遠のいていった。人始末する時の様子だよと付け足しそうな表情
勝手に窓を開け閉めするから、おじさん横切って、それが私の死因なのか。ホラーすぎるわ。何をしたんだよこのおじさん。何病か、それともどんな薬打ち込まれたの。何か毒物か病気かどっちかだよな。瞳孔が開いて頬の筋肉が小刻みに震え、唾液が止めどなく流れ、血液が逆流する。これは病気にしては過激な反応だから、これ何かしらの症状だよな。衝撃か薬物かどっちかだな。サイコポラーかもしれない。銃で撃たれた。唾液が止めどなく流れっていう。血液は逆流する。脊髄に電流が流れ、しびれがある。つま先がある。下腹部に無数の赤黒い発疹が浮かぶっていうのがさ、何？金属音とともに頭蓋骨がキーキーと痛いのに意識はしないと。どういうことだ。こっちの窓開ければよかった。開けれねえけど。まだ奥に一人いるんだけど。やだな。関わりたくないな。先生ね、窓開けますよ。やっぱり。ジョージ、チャールズ、ウィルヘルム、ジョン・コンスタンチン、トマス、そしてオースラバー。あの写真に写ってた面々かな。アカデミーの科学者は全員嘘をついている。お、どうか何、この列車にいるやつもエージェント。水星が地球に衝突するなんてありえない。あ、ラジオで言ってたな。水星が地球に衝突。衝突か。見えるんじゃなくて。何？それぐらいのやべえことが起きる可能性があるってこと？エージェントばっかかよ。なんだ。とんでもない国家プロジェクト的なあれなんか？びっくりした。すごいな。この列車はダウンタウン、ミュージアム・オブ・サイエンス、グランド・セントラル、サバービアに停車します。科学博物館ですか。ミュージアム・オブ・サイエンスにおいてください。ん？落としけ。何する気？何これ、謎のスパイ道具みたいなの開けたけど。双眼鏡かこれ。二つじゃなかった、ごめん。双眼鏡一個だった。なんだよ、どいつも会いすぎてくさ。いや、もうわけわからんけど、とりあえず双眼鏡これ。何を見てんのこれ。これサイエン、ミュージアム・オブ・サイエンスかこれ。双眼鏡で見てんの。どういうこと？駅じゃん。いや、駅かと思ったけど違うな。なんだこれ、博物館か。
駅と一体化してる。天井がトーマスとかが止まりそうな駅っぽいけど。博物館で双眼鏡を使うのか。もう帰りたい。いや、まもなく列車はダウンタウンに到着し。おお、ダウンタウンに来た。でもここでは降りないよな。この次の駅だよな。横向けないな。ってことは前しか行けない。ってことは降りろと。一回弁当でも買うのか。ダウンタウン駅に人がいる。いやー怖いな。なんだもうダウンタウンで遊んで帰ろう。西郷どんみたいなんがいる。スーツ着た。あいつがムービーの中にいなかった。この太眉くん。フォースラバーは我々の指導者だ。最近はチャールズと共に行動している。科学博物館を訪ねてくれ。ミュージアム・オブ・サイエンスで降りればいい。指導者。じゃあアカデミーのメンバーの中のリーダー的存在ってこと？写真に写っていたと思われる。ああ、かっこいい。いや、こういう雰囲気を眺めるのはとてもいいと思うんだけど、こういうの登場人物のパワーがすごすぎて、まあね、途方に暮れてるおじさん感が強いんだ。異常なことを言ってないという理由でまともに見える。いや不気味だね。あ、これ反対側のホームに行けそうじゃね、これ。ああ、駅員の鉄壁が近いな。発車します、お急ぎください。発車しますよ、お急ぎください。発車するって言ってるでしょ、お急ぎください。怒りますよ。はい、西郷殿に会うためだけだった。あ、ここじゃねえの、乗り口。もう一個先。いや、ちょっと待って。なんか外出れそうじゃね？ダウンタウンに、夢のダウンタウンに行けない。ダメだ。帰るしかねえや。ちょっと降りたら。そのとんがり耳を引きちぎってやろうか。暴力はおやめください。さて、目立ってはいけないエージェントだ。ミュージアム・オブ・サイエンスに向かおう。今ダウンタウンを出てミュージアム・オブ・サイエンスに向かってますよ。ダウンタウンなんて存在しないんだよ。いやいやいや、ランプが何のだよ。あ、誰？あれ、やべえやつじゃん。あれ、嘘っす。え、ちょっと待って。路線図見たときいなかったよな。え？近い。まだ話は終わっていない。嘘だー。いいよ、もう。いいよ。楽しいとこに行きたい。博物館。サイエンスオブ、ミュージアムオブサイエンス行ける。
ただそのだその行く前でにおじさんの話が終わってないもん。普通なら博物館は楽しいよ、普通なら、うん、怖いよダウンタウン。それはどっかにあるユートピア。あのダウンでもどこだろう、外見れなかった。まだ終わってないんすか。気がつくと薄暗い部屋に座っていた。あ、そうか、意識が遠のいたって。何、ほん、え、瞳孔が開いて頬の筋肉が痙攣して、血液も逆流してよだれが止めどなく流れて、脊髄に電流が走って下腹部に赤黒い発疹が出た。意識は失ったその後、薄暗い部屋に座ってたの、もしかしてあなた。時々激しく頭の芯が痛む。発疹は消えたがむくみは残っている続きだ本当に体験者は語るのコーナーだったのかこれ。あんたの旅行を邪魔したのはやっぱりもう勘弁してくれ。いや、わからん、なんか情報提供者なんかな。逃さお前だけ。嫌な気持ちになる話を強制的に聞かせるわ。すごい野郎が来たな。詳しいことは何一つ覚えていない。あの機械のことしか思い出せない。ああ、やっぱなんか機械による作用なのね。そんな目に遭う機械なの。え、おっさん、ちょっと、おっさん、これ見たらすっていた。おっさん、ちょっと先に、いけないな。ちょっと待って、これおっさんずっとついてくるんじゃねえだろうな。イーストエンドまでついてくることねえよな。もうミュージアムオブサイエンスのところでお別れしたいな。ミュージアムオブサイエンスちょっと電車一本遅らせよ、しばらく滞在してちょっと見学しよう科学博物館。万が一おっさんも見学してたら先に行こう。疲れた。いや、終わってほしいな。あれ、いない、こっち側はいないのか。あ、そういうことか、こっち側にもあったのか。で、いない方があるのか。あー、いた、よかった。でもなんか人いっぱいいるな。3人いるぞ、パッと見。さっきと違う車両の感じだな、デザインが違う。窓は開けずに先に話しかけるか。すいません、病院から脱走した男を探している。カイゼルヒゲを蓄えた目つきの鋭い男だ。危害を加える心配はないが完璧な盗作者だ。野放しにするわけにはいかない。いた、いたっつうか、いる、いるよ。その重い腰上げて。いる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 、ここだたり。そんなヒゲのやつも目立ってしゃあないよね。いや、この世界観じゃ一つのトレンドなのかもしれないけど、何にせよここだたりある、いる。あの車両と車両の間に行って。危害を加える心配はない、危害を加える心配はないかもしれないけど、迷惑を与える心配、迷惑をかける心配はあるぞ。完璧な盗作者が完璧な盗作者、危害を加える心配がない完璧な盗作者って何なんだ。お前の目は節穴か。探してんな、車窓楽しんでんじゃねえよ。
いや、車窓は楽しんでないよ。奇跡的に。なんとか。あ、開いちゃったよ。楽しんじゃったよ。窓の外にいるわけねえだろう。と、完璧な盗作者といっても。窓の外で、列車の窓の外側から完璧な盗作者がイエーイとかやってへばりついてるわけないからさ、立ち上がれよ。あ、でもなんかダウンタウンに向かう道のりよりだいぶ山々がねえ、探してるって言わねえよ。一通り乗客にカイゼルヒゲのやつ当たれよ。人とこと話しかけりゃ分かるよ。瞳孔が開きとか言い出すから。完璧な盗作者なんだ。お迎えさんもいいの。世界の車窓からで見れないような退屈な風景。いや、分かんないよ。前回コンプしてる人からすればよくあんのかもよ、これ。グランドキャニオンが見えてきそうな。生え際なんか赤ちゃんマンみたいになってるけど、科学博物館にいるチャールズはホースラバーの片腕として働いてる。告げ口すると血液逆流させられるよ。いや違う、あのおっさんの能力じゃなくて、あのおっさんは被害者なんだろ。その多分これから関わり合いになりそうな、その科学博物館にいるホースラバーが関与してる機械による影響を受けて被った。ホースラバーの片腕として与えてるチャールズ、駅にいる、駅のベンチに座っている人がチャールズとホースラバーが親しいみたいなの言ってたな。彼らは鉄くず同然のパーツを拾い集め、奇妙な機械を博物館に展示する。何を考えているのか見当もつかない。おい、ちょっと待て、科学博物館に奇妙な装置を展示すんの？それ機械だろうな。で、あの病院、完璧な盗作者、パーフェクトクレイジーの状況を鑑みるに、とんでもないことになりそうだけど。これホースラバーに捕まったら、あの完璧な盗作者と同じ目に遭うんじゃねえか。これ失敗したら、病院関係者、獲物は博物館にもいるぞ。いや別にこいつは何だ、警察かなんかじゃない。少なからずここだったらやりすぎるけど、コーヒーに薬物が入っていたらしい。気づいた時には一斉芝居つけられて。お前カイゼルヒゲがどんなんか分かんないけど、お前もヒゲあるな。あれ、いや、そんなわけない。同じ車両の中に後ろにいるのに、お前じゃないよな。お前はちゃんと認識してるもんね。コーヒーに薬物が入っていたらしいって、なんだお前もなんか闇が深そうだ。気づいた時には椅子に縛り付けられてる。背の高い男が笑いながら話しかけてきた。その後のことはあまり覚えていない。目に光がない。何したんだよ。何したのかも気になるし、何されたのかも気になる。薄暗い部屋だったのかな。お前も闇深そうだな。でも身なりがきちんとしてる。カイズリヒゲはちょびヒゲ的なやつ。じゃあ違うね、これ。もっ
臭いって生えてる。覚えてないっつうか話したくないんだろう。なんだよ、何があんだよ、おっかねえな。あ、いった。この電車嫌だ。いやーすえ。これ入っていいの？機関室じゃないの？いや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 、嘘。え？あ、どこや？ G？ 鉱石かなんか。なんだこの映像端末。こっちは。G041。 髪の生えたのが G じゃないだろ。なんだこれ。アナロ、なんだこれ。ぼやけてて見えねえな。これは G041 と呼ばれる。とりあえず分かったのはカラーグリーン、クリアベージュ、ノン、透明性かな。スペシウムグラ、なんだスペク、なんだ発光具合か、なんだろう、わかんねえ、ぼやけて読めない。うーん、ちょっと読めないんだよな。3、なん、多分この物質の特徴だろうな。あ、マグネシウム、FE だから鉄か。マグネシウムと鉄に、二化合物と、SI だから、ケイ素か。と、酸素が4ついてる。マグネシウムと FE が2で、シリカ、1に対して酸素が4とか、なんかそういう感じの化学物質なのか。これが G04 の人なんですよ。分析レポートっぽい。なんで列車の中にこんな情報が。これもエージェントが用意したの。チャンネル変えれる。2番がこれ。あ、違う、これが2番か。 G04 に窓ボタン、ま、な、え、何これ、窓が抱えてるやつだ。これが何、近い、飛び出てる。これ重要なんだな、多分。カルシウムが2か3かに、鉄が2あたりかと、ちょっと赤くなって読めねえけど、なんかとシリカかな。で、また酸素が
いくつかついてる。VR よくわからないな。キュービック、あ、これあれか、クリスタルの形だ、結晶の形だこれ。キュービックスタイルかなんかみたいな感じだ。キュービック型だもん、正方形だ。正方形つか立方体、立方体か、キュービックだ。これはちょっとわかんないけど、6575と367と、これがカラーブラックで、これがよくわかる、クリなんとかベージュがの、ここがありみたいな感じだったらなんかヤバそうな気がしたけど、これが何なの。じゃあ3番は G04 です。トパーズって書いてるかこれ。これ化学、いわゆる物質名だ、トパーズかな。アルミかなんか、なんかシリカに酸素みたいな、なんかいろいろだ。二つ目はパッと見黄銅鉱にトパーズって書いてある。英語と科学の勉強の知らず知らずのうちにできるなんて、神田さんの放送は NHK みたいな。いや違う、いや大体よ、大体適当に言ってるぞ。クリスタルなんたらは3なんだこれ、三角錐とかそういう意味か。三角柱、三角柱なわけね。でもこれ三角柱にも三角錐にも見えないから、スリーなんだ。大鉄鋼、ドライマンゴー、ドライマンゴーこんなんなの。80349の34、これハイフンで区切ってるってことはやっぱこれ反射光のスペクトルみたいなもんかな。色調のなんていうの、当てて帰ってくる光の色の範囲みたいなやつか。でカラーがライトブラウン、パーフェクトって書いてある。クリなんとかクラなんとかか、パーフェクトノーンとパーフェクト、どういうこと。化学式長えなカルシウムとかアルミとかなんかいろいろ入ってんの、なんだこれ。この3,4なんとか、これ要はもう3次元的物体みたいなもんになっちゃうの、なんだこれ。結晶体の形、6.0から7と3.15から3.15、トパーズって光を完全に通すの？さっき俺こうやって透明性かなって思ってたけど、ライトブラウン、明るいブラウン、宝石系はまあ透過性はあるって考えれば、トパーズだったら通るっちゃ通るよ、結晶になる。これも宝石系のことか、完全に光が
遮断されずに通るよってことで、通った色が分かんないけど、でもスペクって見てるから多分こっちが光なのかな。でもそうするとな、ノーンのところに数字がある意味が分かんないんだよ。ゼゾなんだろう。ZN で確か亜鉛だったけど、亜鉛は金属だから、つうか金属の結晶だったらこんな長いわけねえから。トパーズは割と透明、色ガラスみたいな、うん、いろんな色もあるよ。トパーズ青いのとかもあるけど、とりあえずライトブラウンだったっけ、なんかそんな感じに書いてあったから。クリスタルって書いてるっぽいから、うん、透過性は合うと思う。これなんだ、この石みたいな。ゼゼゼゼゾザジ、なんだろう。座行の中に入りそうな発音の鉱物みたいな。ザジズゼゼ、わからんの。答えは出るか。じゃあ5番 G045。 なんか黒曜石っぽいのがあるけどな。 G045 ベなんかわからん。すごいね。いっぱい含まれてんだろうね、カルシウムやらないの。いや、もしかしたらなんかもっとなんか違う何かな。そこまで詳しくねえな。クリスタルスタイルみたいなやつはテトラ6方体か。6面体っていうの、6面テトラ、じゃあテトラ、テトラって何、違う、6はヘキサだっけ。顔みたいに見える。テトラ、テトラって締め、え、でも締めんたい、テトラ、テトラ、テトラは4面か。テトラポッドのテトラ4面か。テトラ5さあ、テトラなんとか、これ4面体か。でも形テトラじゃねえような気がするんだけど、でも結晶の粒だを見ればあれか、違うのか。これなんかもう五角形のようにも見えるし、なんかこれなんてここ面五角形でしょ。細かく微粒子レベルで結晶見ると4面体かなんかになる。ノーンで 3.3345 って幅があるんだよ。これがよくわかんねえんだよな。光関係ねえのかな。光じゃないのか。こう個体差がある幅、本当にターンの振れ幅なのかも、性質の。光の幅、色調の幅じゃなくてもうちょい幅があるのか、特性なのかな。硬さとかの可能性もあるな。上比重とか、硬さ比重や弾力性というか、そういう可能性もあるな。これがグラビティとかだと密度というか比重かもしれんしな。カラーはブラウン、ベ、なんとか。
ちょっと待った。ここもいじれんの？いやいや。5子20パターンあんのこれ。G050。もうふわっと見るぞ。てっきり5個しかねえと思ったら、まさかの改行あった。パールグリーンのなんかだって。またディスティンクトみたいなこと書いてるけど、ディスティンクトってなんだ？クリアベージー、ディスティンクト、半透明とかかな、もしかして。パーフェクトじゃなくてディスティンクト。ディスティンクト中間とかそれぐらいかってことは半透明とかになる可能性あるか、これクリアビーティーとかだったら。トリックリミット三面体とか、あ、お前なんか適当だけど、アキシなんとか、アクシズ？アクシズが落ちるときなんかこんな感じになるか。で1番 G04 どんなん。ヘキサゴナル。これが6面か。ヘキサが6面。トリクリニカって読むのか、さっき。なんて意味かわからん。7.0 から7.5、3.16か3.22の何か、ブラックの。多分、透明性ゼロ。光を通さない。何か、だと思う。なんかの鉱物、鉱石結晶を、きれい。セニ、わからん。6.5、3.64から3.67。ブルー透過性的なものはノー。あー、でも中心部分は多いな。でもこれ光通さないかもしれないけど、なんか光ってそうよ。照明の関係か。バリウムとか T とかついてる。チタンか。隣が愛だとしたら。シリカがいっぱいと酸素。トリクリニックは三射小径、斜めになった方形。あ、結晶体の形の特徴の単語なんだ。じゃあやっぱこれクリスタルスタイルみたいな意味だ。結晶化した場合の形の種類で、これが化学式、組成式というか、でこれが化学物質名。ほんでまあなんか特徴だよ。おそらく透明、光の透過性かなんかと、まあ一般的な色だ。
3番は何だこれ。頭文字すら分かんない。メニューがいくつかにアルミにシリカに酸素ナトリウムか塩じゃなくてナトリウムかモスなのかな。グリーンのえこれパーフェクトなの。レイジャーはちょっと光を通るかどうかわかんないちょっと。グリーン多分上から名前組成形状分からんスペクトル色透明度 6.5 これは何だろうな。高度か比重水を1としたかなんかかなと思うんだけどね。ダイヤモンド高度10みたいな。それか水と比べたらまあ H が頭に来てもおかしくないからそういう比重みたいなもんかなと思ったんだけど、どう見ちも物一番肝心なその名前ここが見えねえからな。でジーズあ何これ、なんか高級な家の大理石とかに使われそう。超人コードが出てくる。スポットなんリチウムとかアルミとか入ってそうね。と酸化化合物っぽいのかな。もう色の部分のパーフェクトなのしかわからん。これで5はさっき見たやつだろ。だな。これでさらにこれをこうしてこうか。でここで C にすると C 行。多分比重コードはアルファベット的に。これがウェルなんとかだ。まあいろんな鉱石の種類を分析した結果が載ってるわけだ。してんな、よりによると臓器みたいに見えて怖いな。ピンク、パッと見で名前が分かるのが出たらあとは見てよ。 G053 あんま特徴ないな。グリーンエメラルドではないかな。アルファベットの頭文字が A だ。ダイヤモンドって結構簡単に割れるらしい。コードっていうのは歪まなさだから。歪むってことは受けた衝撃を変形することで受け流すんだけど、硬いほどそれができないわけだから衝撃をもろに食らう分限界値超えたら割れちゃう。だからグミ叩いても割れないのとを想像してもらえれば分かんない。
似合ってんの。でもガラス細工とかはぐにゃってならずにパキンっていっちゃうんでしょ。ぐにゃーってならない。G がアルファベットの頭文字何のしかわからん。細かいことわかんないよ。なんとなくでしか喋ってないから専門家じゃねえ。だいたいそういうことじゃないのって言ってるから、詳しく知りたかったらちゃんと調べるんだぞ。騙されずおじさんに。そう、なんだこれ。そう、え、そう、なんかすごい綺麗なレアカードみたいな移動してるけど、サファイアとかなわけねえか。でもサファイアも青いな。もういいだろう。もうこれでも最後だ。あと3個これ海辺にこういうの落ちてそうだけど、なんだこれ。どれが目的の物なのかわからんけど、これ海辺の浅瀬にあるやつじゃないの。モコモコしてる。なんか船虫が上通ってそうですごい怖いね。おお、尖ってるね。A がアルファベットで入ってる。富士通ついたりし、あれそうだろう絶対。尖ってます。これ、これグラウンドに落ちてて踏んだら痛いやつだ。ここで、完全に宝石じゃん。CHRYIO、 いや違う、 IO じゃねえか。何これ、ブルーグリーンのなんか。シーダーって聞こえてきそうなはずーってのに出てきそう。あくらい綺麗。うわ、あれは飛行石の光じゃ。全部言っちゃったけど、それはもういいから。これ何よ結局。でそのマウのついてたやつが要は今回関係ある物質なんだな。ん、なんかいっぱいフロッピーディスクみたいなの。あと扇風機だ。とりあえず列車に、なんでこんな映像端末背後に叩いてる。え、これ殺されない？大丈夫？いやでもこの状況でセーブしてもしょうがねえけど。ここ見てしまいましたねとか言われない？大丈夫かな？あのすいません、駅員さんですよね。なんでこれ
まもなくミュージアム・オブ・サイエンスに到着します。見ていいやつなんだ。公共のサービスなのこれ。おかしな列車だね。なんグランドセントラルウェイだかレールウェイだか忘れたけど、横には向けないから前しかないんだ。態度は立たれた。横動けないな。降りだと。ハワイ話が終わってないおじさんどこにいるべ。いや、いな、もうさ、もうお別れだろ。もう捕まえろ、捕まえろよ、刑事。これ、刑事乗ったまんま、話は終わってないおじさんを、話は終わってないぞ、つって、ここ降りてきちゃって、刑事に乗っちゃったら、刑事つかわかんないけど、探してし、病院から抜け出したやつ探してる人乗ったまんま行っちゃったら、お前、捕まえれねえぞ。今頃捕まえて、でも、もう逃げ出したんだって、ただもう逃げたままのが彼にとってはいいのかもしれないが、でも逃げた先に何が待ってるっていうのもないだろうし、ついてくるかも。いや、その可能、ああ、なんだ、次のイーストエンド行きが到着するまでしばらくお待ちください。あ、別列車、別の便に乗るみたい。科学博物館ですか。階段の下にあるモニターをご覧ください。別の列車に乗るみたい。ってことはここで降りたやつでもいない限り他に、ん？あれ戻れないんだけど。え？あ、ホーム、あ、しまった、出ちった。これ駅のあれか、出口だ。今日はこれぐらいにしようか。セーブしよう。その行ってきなさいって言われたミュージアムオブサイエンスにたどり着いたんで次回は科学博物館からスタートだから、これもうきっと楽しい感じになるんじゃないかな。そのナイトミュージアムみたいなの想像してもいいかも、もしかしたら。それかまだ話は終わってないのかもしれない。なかなか難しそうなゲームですね。いや、難しさはないけど、基本的にまあ見て回っていく感じのアドベンチャーだと思うんだが、今のところだって謎解き的なもの何にもないでしょ。とりあえず一通り見て回って進んでいくから、まあ、なりに従ってこう今言ってるけど、だからやっぱ世界観をこう味わいながら、うん、探検というよりは探訪に近いような感じなんだけど、そこの流れの中でまあいろいろなんかやばみのある物語が展開しそうだね。その科学アカデミーは何をしようとしてるの。なんか鉄くずを集めてこの科学博物館に何か置こうとしてるみたいだが、そして謎のその科学アカデミーのに関する科学者たちの作ったっぽい機械の影響を受けて病院にいたやつも抜け出したりで、話を聞いたがすげえヤバそうな症状を訴えてたりね。主人公は何を諜報活動として得て帰ってくるのか、帰ってこれるのかもわからない。ガジェットパスターズフューチャー、とりあえず第1回は今日はこの辺で。いやどうなんだろうでも面白いねこれ、今やってみると。これ昔ちょっとだけ触ってようわからんくて怖くて、多分怖くてやめたのかな、もしかしたら。でもちょっとこれはね、今改めて
やってみて、最後まで見ようと思うな。何待ってんだろう。何を作ってんだろう。ではまた次回ちょっとでも怖いかもね、不気味さは終始あるんだけど、まあ、そのこの感じがやっぱ、描きたい。